2週間経過した今も議会は何も動かない。ここで再生を待つ若者たちを見捨てる気か。誰を生かすのか。神の選択をこの私にしろというのか。一人でも覚醒すれば状況は変わる。少しでいい、誰か動いてくれ。そうだ、思い描くんだ、君の姿、君の命。よくぞ目覚めた。失礼。私は第一の光により、まず現状について共有しよう。人間の肉体では光に耐えられない。助かっても先ほどまでの君のように原型がなくなる。まれに屈強な肉体と幸運を持つ者の。失礼、話がそれた。光にさらされた生物は光に適合した異形の姿となる。現在光を浴びた広い地域で生物が、つまりこの世は非常に危険。次に君の状態について、君も覚醒者となった。そして覚醒者、光により凶暴化した生物と戦い、これを何を意味するのかわかるかな。レオカディオ隊長も君を。素晴らしい、素晴らしいぞ。覚醒者、すまんが忙しくなった。君の世話までは手。君は我が社の機動兵団に入ってもらう。機動兵団は覚醒者の組織だ。入団手続きは私が指示しておこう。いい返事だ。では最後に忠告だ。君が眠っている間、世界は一、これからは生かすものを選択していく。だが君はあの光の中、それだけで君は一つの奇跡だ。この機体を。入隊式の終わりに、各隊、世界が危機に瀕してるのに、な、ちゃちゃっと行きましょう。ちゃちゃっと。まず私から。プリスト隊、皆さん適度にゆるくね。思い詰めたら死に。はい、次。ユルゲンだ。ウィザード隊の隊長となっているが。だだこねるなって。はる、ユーミナ。ハンター隊、女性隊員めっちゃ熱烈歓迎中。次は私の番だな。状況は過酷だが、力を合わせれば乗り、憎き光を払い共に。ロランは硬すぎるのよね。はい、ガンナー隊、ヤスミンよ。どんな世界になろうとも、生きるなら鳥はレオさん、お願いね。ゴリア隊、レオカディオだ。知っての通り、ロドークは
第一の日以来光の汚染はやまず、このままでは我々のせい。そこで我々、我が機動兵団最大に全ての光をなぎ払い、途方もない時間がかかるだろうが、光との長き戦い、全てが終わったら勝利の酒で乾杯する。お疲れ様です。メタルテクニカ社情報部所属のセイディ、機動兵団への入団希望の方です。まず配属先を決めてもらいます。何か質問はありますか？機動兵団はメタルテクニカ社が創設した労働区に光が落下後、爆破後の世界に何が起きているのか。では希望する部隊を選んでください。オッケー。希望する部隊は決まりましたね。次に署名をお願い。これで手続きは完了しました。早速研修へ移ってもらいます。研修先に合流後、各担当者の指示に従って。はじめまして、ガンナー隊のお世話係ヘッタです。あなたも休みお姉様に憧れて。やだもうこの子ったら。研修一通り済ませたらお姉様にラブコールしますね。それまでにあなたがどうしてここにいるのか考えといてね。ヤスミンお姉さん、デート中なのか任務中なのか、カフェなのかエステなのか、私にもさっぱり。つかみどころないんです。あなたがどうしてここにいるのか。うちはウォーリア隊みたいに完全ハンター隊みたいに、元カリウドプリースト隊みたいに中央教会に寄りかかってるわけで、ナイト隊みたいに聖騎士のしがらみだらけってわけ、ウィザード隊みたいに、一言で言えば自由よね。ここは何にもないの。私、あなたがどうしてここ。じゃあ早速始めましょう。約束通り、今お姉様のとこかけるから。なんて言う、もしもし、休みよ。その声は減ったね。研修上がったのね。お疲れ様。今日だけで何人目よ働く。そのことを伺って。ガンナー隊隊長休みよ。ねえ、君はどうしてここにいるの？責任を感じているのね。生き残っていずれ会うことになりそうね。私たち、それまで生きてなさい。できるだけ楽しく、欲望に素直にね。どうだった？へえ、気に入られたんだ。でも私のとうちの隊には歴史とかしきたりとかなんもないから、いつでも来てね。
礼しました。無事に研修を終えたようですね。お疲れ。メタルテクニカ社はあなたを機動兵団の一員と機動兵団にようこそ。これからもよ。では次に装備を揃えましょう。専門家のソフィアさんに会ってください。ご分を。ご分を。はじめまして。私はソフィアだ。光に帝国最高学府の最年少記録を持ち、あのファウスト博士の著君のことを全力でサポートしよう。以後よろしく頼む。では今から装備品について教える。まずは手武器を得るには、その対価としてジェムを払う必要。ジェムは通常帝都のショップで手に入る。今の君は今回は私が払っておくよ。というか経費で落とす。では実際にやってみようか。いいだろう。私の研究成果を見せてやるぞ。受け取りたまえ。いい結果が出たようだな。では次のステップへ行こう。次は実際に身につけるぞ。これも考えどころだ。君に最適な装備を教えよう。何、私に任せて。うん、完璧だ。それでは。まあもう少し教えたいこともセイリーのところに戻ってくれ。それでは幸運を祈る。お疲れ様です。装備は整っ。早速ですが、任務に当たってもらいます。現在、我々機動が目的としているのは、あなたにも、その調査に詳しくは後ほど。機動車両に移動してください。ですです。聞こえますか？テスです。通信状態を確認中。通信問題ありませんね。では早速あなたへの任務。ちょっとちょっとどいてー。どうしました？あちゃー。パーシー、またあなたですか？駆け込み乗車はあれほど危険だと。ごめんセイディ、任務に遅刻するかと思って。っていうかあなたは大丈夫でした？どっか怪我してないっすか？怪我がなくて何よりです。では
任務調査任務遂行中のウォーリア隊に救援物資をそこにいるパーシと一緒に。ってことはあんたが噂の子。私はパーシ先輩として。パーシ、調子に乗りすぎないように。ごめん。パーシさんは非戦闘員で情報部預かりの皆。しかし情報収集の腕と、それにあなたは目覚めて軌道になれ、任務に馴染むまでは話。それではご分を。話し相手って何の。何か聞きたいことある？私について知りたいの？光が落ちてめちゃくちゃになった時、それでわけわかんなくなってたら軌道の人たちが声かけてくれて、でも私には戦う力がない。だから今でも正式な団員じゃないの。そろそろクビになっちゃうかな。何。軌道は今各隊総出でタルパ労働区の状況でも、ウォーリア隊のこういうの過重労働。ともかくウォーリア隊は大変らしくて、でもな、どう。ともかく不安や不満はあるけどさ、とりあえず今日のご飯のために頑張ろうっと。現地に到着しましたね。今回の任務は支援物資を届け、光のしもべとの戦闘が予想されます。気をつけてください。再確認しましょう。落ち着いて。ねえねえ、よし。うんうん。あれ、ねえねえ後輩くん、このでっかいのってことはもしかして、私は非戦闘員の技術職だ。後輩くん、この負けませんよ。でやたっやったー。気をつけて。おっしゃ、やるか。やれやれです。新人、よく来た。あとはそいつ落とすだけなんで。レオカディオ隊長、あとは頼んだぞ。また何帰ろうとしてるんです。ま、よし、面倒だがこいつで最後だ。負けませんよ。おら、よっ、おら、うん、
し、いっち上がり。そっちの二人もよく頑張ったな。本当っすよ。私たち物資届けん。物資？ああ、物資って食料だった。腹が減っては戦は二人も食ってけ。せっかくだ。話って後輩くん、俺について知りたいって？そんなに。いいっす。もちろんだ。ただし俺はそういうところはきちんとする派だ。了解っす。私ご後輩くん、何？ああ、調査は進んでだが、どうにも終わらんのだよな。これが1週間。被害状況の確認、生存者の捜索、情報がなければ有利に動くことはできん。調べる。だからって働きすぎっすよ。うちのっていうか隊長も何か話してくださいよ。いっそうだな。ファウスト先生の話じゃ、この世界はどの道繰り返し繰り返し、その度ご先祖様はどうにか俺たちも同じように踏ん張れるか。こんだけ人口がガツンとやられちゃうな。そっか。でもこうやって誰かとあったかい飯を食ってるとさ、どうにかできるんじゃねえかってそんな気になってくるから不思議だよな。お前はどう思う？いずれにせよここから先は行きだからな。うまいもの食ってダチと遊んで、できれば何でもいいから、たとえここが地獄でも俺らがもう生きてくれりゃそれだけ。それじゃ今日はここまでだ。